イングランド王質問賞最初にレックス・アングローラムの称号を用いたのはマーシア王ファであるがその権力は彼の後には生き延びることはなかった。9世紀にケントを呼びマーシアからサセックスを征服したウェセックスの王は次第にイングランド王国の他の王国に支配を及ぼすようになった。耐えることなく続くイングランド君主一覧は 伝統的に829年のウェイセックス王、エグバートに始まる。アルフレッド大王とその男子のエドワード長慶王は、アングロイコールサクソン国王の称号を用いた。アゼルスタンは927年に、ノーサンブリアを占領してから、レックス・アングローラムの称号を採用した。ヘンリー2世の知性の開始時に称号が、レックス・アングリエになった。 ウェールズ公国は1284年のルドドランの法令でイングランド王国に吸収され、1301年にエドワード1世は長男のエドワード2世にプリンスオブ・ウェールズの称号を授けた。この時以来エドワード3世を例外として全てのイングランド君主の長男はこの称号を帯びるようになった。1603年のエリザベス1世の死後、 イングランドとスコットランドの王位は、ジェームズ一世の下で一つとなった。国王の布告によって、ジェームズ一世は、自らの称号、グレートブリテンの王とした。ジェームズ一世の即位以来、親を介して二重の相続人である。両王国の後継者の称号、イングランド王内氏は、イングランド女王とするのは、ジェームズ一世の布告に照らせば、不正確である。しかし、この称号は、 今日に至るまでしばしば用いられる用法として存続している。1707年にイングランドはスコットランドと法律上合同を行い、グレートブリテン王国が成立した。1707年以来、イングランドは法律上はグレートブリテン王国以降の連合王国から分離していない。ヘンリー2世以来、イングランドの支配下に置かれている。 アイルランド王国は1800年の連合法によって、翌1801年に、グレートブリテン及びアイルランド連合王国の一部となった。この状態はアイルランド自由国成立後の1922年まで続き、その後の解明の結果、イングランドを含む連合王国の名称は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国となった。いくつかの資料では、 最初にレックス・アングローラムの称号を用いたのは757年以来、マーシア王であったオファの774年だと言われているが、この主張は明らかに10世紀に偽造された検証に基づいている。しかし、自らをオブ・ RXA と刻んだいくつかのオファの貨幣から、彼がオブ・ RXA の立場にあったと信じられている。このことは、当時、 後世に獲得したのよりも異なる意味を有していた。すなわち、アングル人の王であって、必ずしも、サクソン人の王ではない。連続した一覧は、伝統的に802年以降のウェセックス王で、同王として、最初に、イングランドに、君主権を及ぼしたエグバートに始まる。エグバートは825年に、マーシアを破って、ブレトワルダになったが、829年にマーシアの、 支配権を失った。アルフレッド大王とその男子のエドワード長慶王は、アングロイコールサクソン人の王の称号を用いた。927年のアゼルスタンの征服以降は、レックス・アングローラムの称号が採用された。エルフ・エルドが父エドワード長慶王と、アゼルスタンとの間である924年の4週間に、王であったことのいくつかの証拠はあるが、彼は、体感しなかった。 しかし、このことは、歴史家たちに受け入れられなかった。エゼルレッド2世の統治中にイングランドは、デンマーク王の支配下に置かれた。スベン1世の死で、エゼルレッドは、亡命先から帰国して1014年2月3日に、再び王であることを宣言した。エゼルレッドの男子は、アングロイコールサクソン人から王冠を奪い取ろうと、格索する、デン人と対立するロンドン市民と、 賢人会議に選ばれた後に、父の後を継承した。1016年10月18日のアッサンダンの戦いの結果、エドマンド2世は、クヌート大王が上セックスを除く、全イングランドを支配することを認めた条約に、調印した。11月30日に、エドマンド2世が死ぬと、クヌート大王は、イングランド全土を統治する唯一の王となった。ハーデクヌーズの後、 1042年から1066年にかけて短いサクソン朝の復帰があった。ヘースティングズの戦いの後にイングランドの歴史は決定的なものとなり、ウィリアム一世がイングランド王になった。1066年にフランス王の風神でエドワードザンゲ王の10枚の男子であるノルマンディー皇ギオーム2世がイングランドに侵攻して、ウェストサクソンを征服したことで、 ノルマンコンクエストが確立され、自らの高級的な政府をウィンチェスターからロンドンに新しく移転した。10月14日のヘースティングズの戦いで、ハロルド2世の死が決定的になると、アングロサクソン人の賢人会議は、エドガー・アシリングをハロルド2世に代わる国王に衰退したが、エドガーは侵略者に抵抗することができず、退官することもなかった。 業務2世は1066年のクリスマスにイングランド王として退官し、今日ではウィリアム征服王、ウィリアム諸子王、ウィリアム一世として知られている。スタンフォードブリッジの戦いと同時に、ノルマン朝はデーンロー、次第には一貫して、イングランドの支配を主張するスカンジナビア半島の請求者を追い払うことに成功した。それによって、 自身のスカンジナビアの子孫たちに王冠を守る。一方で、後世に西ローマ帝国のイギリス海方面にあるサクソンの沿岸部として知られたが、神聖ローマ帝国のイギリス海境方面にあるネウストリア国境地帯に変わった南側に基盤を置いた。ノルマンディーでは王権が強大に増強され、ごくわずかな独立は多めに見られた。それは、 ノルマン朝の主題であったウェセックス支配を大きく特徴づけいくつかの場合、まさにノルマン朝の性質の実態は、自らの広告はフランク人の性質から独立しているという歴史的決定の方を通じたサクソン朝とデーン朝の混合であった。サクソン朝にせよデーン朝にせよ、掴んだ権力が他者に対抗する自らの区域という単純なものであったことからすると、 屈服されたイングランドが得たものがごく少量であった。ウェストサクソンの君主のデーン人の攻撃に対する実力行使や自らの支配の集中化が不十分であったことからイングランドはノルマン人の手で押さえつけられていた。しかしこの結果は行政の中心は以前よりもデーンローに近く、権力の集中は大使のような地方の政府の役人の手から完全に離れていた。 ノルマンディでは単にルーアンからロンドンまでのキュリア、レジスによって当局が派遣された、そして王自身と側近に近づくことは共通の人々に厳しく制限されていた。この隔絶は、しかし、自らが独立した王位を求めるという、明らかにデーン人の先入感を持ったような王によって、廃位された影響されやすい、他の君主よりも安定した統治を維持するには、 必要不可欠であった。フランスの様式である君主の順位を採用したのは、ウィリアム一世とその子孫による統治が唯一のものであった。しかし、あだ名によって君主を区別するという初期の習慣は、最後まで途絶えることはなかった。マティルダは、父のヘンリー一世によって、推定相続人であると宣伝され、男尺たちによって認識された。しかし、 ヘンリー一世が死ぬと、大井は、マティルドのいとこにあたるスティーブン・オブブロアの手に渡った。無政府時代はマティルダが正当なる支配者として、君臨した1141年の数ヶ月間のことで、あるが、彼女は、退官することこそはなかったものの、イングランドにおける初の女性君主とみなされる。この時、スティーブンとジョフロア四世が互いに、イングランドの政治の中に入ったことは、 彼らがイングランドの民族的部類に直接のつながりはなく、わずかにノルマン朝を介した王朝的つながりという点で注目すべきことである。スティーブンは1153年11月にウォーリングフォード協定でマティルダの男子アンリを養子という形で自らの多い後継者とすることに同意した。ノルマン朝による統治機関よりもプランタジネット家は アキテーヌから支配を行い、より多くのフランスにおける領土を獲得したが、ジョンケツ地方の第二、ほとんどのフランス領を失う前には、同じく、イングランドを、自分たちの主要な領土とはみなさなかった。この長きにわたる王朝は、アンジューアサ、ランカスターアサ、ヨーク朝の三期に分けられる。フランスの焦点から、ブリテン島全域への拡大の変更は、 ランカスター朝とヨーク朝の要望が異なることを示し、両王朝の前方に見渡す国境先には、ノーサンブリアを要求するスコットランド王が存在し、敵対するプランタジネット家の分家の名に等しいということで特筆される。プランタジネット家が互いに殺し合ったことで、ウェールズ系のチューダー家が有利になったが、ランカスター家とポルトガル、それにカスティーリアも加わった結びつきは、 確かなものになった。これが、ヘンリー・パッセイが、クレイフェにおけるヨーク朝、ブルゴーニュ公国の古い同盟を選択したことから、急に変わり、エリザベス一世の長身レスター博、ダドリーの下でのネーデルラント反乱における内紛で、さらに続行されたイングランドスコットランド・レノックスの新仏のスチュアート家に、明け渡すというかつてのノーサンブリア・ウェストモアランド。 内紛での争いから来るハンチューダーという配信への憤りからこのことすべてが並行して行われた。スコットランドの王朝は対象として新たに見つけたイングランドに権威を及ぼすのを維持するためにフランスに依存し、両国は前にも後にも王冠を獲得するために共に戦った。100年戦争以前のヨークブル合ー同盟はウィリアム三世の下で復活し、これは 第二次百年戦争と呼ばれる。プランタジネット家は、イングランドの王アキラを制定し、これは大抵、王国を掌握ないしは要求するものやその、後継者によって示されたが、全く同時期のアイルランドの表彰は欠けている。王の一覧に関して、打足を加えると、フランス王大使類は、ジョン王に対するバロン戦争の結果、1216年から1217年の、 短期間に、イングランドの半分を支配した。しかし、ラムベス条約に調印したことで自身が正当なる、イングランド王ではないことを認めた。この家系は、エドワード3世の4男、ランカスター皇ョンオブゴーントの子孫である。ヨーク家は、エドワード3世のイツオヨーク公エドマンド・オブラングリーの子孫である。チューダー家は14世紀のジョン・オブゴントと,と、その長年の愛人。 キャサリン・スー・インフォードの初子ジョン・ボーフォートの女系の子孫である。イングランド君主の女系の子孫は、多い請求権を持たない。しかし、ジョン・オブ・ゴーントとスー・インフォードが1396年に、最終的に結婚したことが事態を面倒にした。この結婚の視点は、同年に教会がボーフォートは、ローマ教皇経由の直所で着手であることを訴求して、宣言した。 続いて、ジョン・オブ・ゴーントによって着手であることが宣伝され、ヘンリー4世も、ボーフォートを着室と認識したが、王位を継承する資格のないことが宣伝された。にもかかわらず、ボーフォート家は、ジョン・オブ・ゴーントの子孫である、ランカスター家と親密に同盟を結んでいた。ジョン・ボーフォートの彦で相続人とみなされた、マーガレット・ボーフォートは、 エドムンド・チューダーと結婚した。エドムンド・チューダーは、ウェールズ対抗家の末裔であるオーウェン・チューダーとヘンリー5世の、姫であった、キャサリン・オブ・バロアの男子である。エドムンド・チューダーとその兄弟は、諸子内子は秘密結婚の産物によるものであり、自分たちの幸運が、静着のイフケーヘンリー6世の行為によるものである、ことを認めていた。ランカスター家が力を失った時に、 シューダー家が台頭した。ヘンリー・パッセイが、ローマ・カトリック教会と断絶すると、イングランドの君主は、イングランド国教会とアイルランド国教会の最高主張となった。エリザベス1世の称号に、イングランド国教会最高主張が加えられた。エドワード6世は、ジェーン・グレーを、自身の推定相続人とした。エドワード6世死後の4日間、ジェーンは、 女王と宣言した。宣言から9日後、エドワード6世のイボアネで、カトリック教徒であったメアリーは十分な支持を得ることに、努め、7月19日に、ジェーンを補足して、ロンドン島に送った。ジェーンは16歳で処刑された。今日、イギリス王室はジェーンは、正当なる君主であるとみなしている。フェリペ2世とメアリー1世の結婚の取り決めの下で、 フェリペ二世は、メアリー一世の称号を教授し、名声は結婚と同じ長さで続いた。議員立法を含む公的文書には、両人の名前が記され、議会は、夫妻の権威の名の下で召集された。議員立法は、フェリペ二世に、王の称号を与え、メアリー一世陛下の神の恩恵を受けた王国と、支配領域の幸福なる行政を、助けるべしと明記した。 にもかかわらず、フェリペ二世は、メアリー一世と共同統治を行った。新しいイングランド王は、英語ができなかったことから、すべての物事とを明記した記録は、ラテン語ないしはスペイン語で作成しなければならなかった。貨幣には、メアリー一世とフェリペ二世の顔を示したのが刻まれ、イングランドの紋章は、フェリペ二世のものに、夫妻の共同統治を示す、合わせ紋とした。 フェリペ二世の王権に傾斜させる大逆罪の法令はイングランドとアイルランドへもたらされた。1552年にローマ教皇パウルス五世がフェリペ二世とメアリー一世を正当なるアイルランドの王及び王妃とする教皇勅書を発行した。1603年にエリザベス一世が後継者を残すことなく崩御したことでスコットランド王ジェームズ六世が王位を継ぎ、これは 王冠の合同として知られるようになった。ジェームズ6世は、ひいばばでヘンリー7世の長女である、マーガレット・チューダーを介して、チューダー家の血を引いていた。1604年に、ジェームズ1世は、かつてのカスティーリアとアラゴンが、ハプスブルク家のスペインで一回になったのと告示した、グレート・ブリテン王の称号を採用した。ジェームズ1世は国境を越えたアイデンティティを、 促進させるために、いとこのレノックス公を、リッチモンド公に、他方、EN、ロード・オブ・ザ・アイルズを、プリンス・オブ・ウェールズに、アルバ公を、ヨーク公二等と名付けるようにして、称号を、スコットランド人とイングランド人に対して等しく、気前よく与えた。しかし、議会、特に会員は、効率よく、分かれたままであった。アイルランドは、 別個として独立し、教会と国家が並存するというイングランドと、並行した統治はスコットランドもこれに加わった時に存続したが、ジェームズ一世は、自らの同胞をアルスターに紹介することで、アイルランドの荘園に変え、彼らの多くは、イングランドのレンスター支配に行き通りを持っていた。スチュアート長は、古い同盟に基づいて長い間カペー家とバロア家を支援し、 このことが完全にフランス王位請求を試みるに至らなかった。スチュワート家はブルボン家から年金を受け取っており継承したイングランド内における自身の外国の適応に対して大概悪口を言っていた。プランタジネット家の裏切りが原因なのかもしれないが、フランス革命の圧力下でスチュワート朝の後継者であるハノーバーアーサがフランス王位を放棄した時に、 さらなる情報がなされた。1649年のチャールズ一世の処刑から1660年のチャールズ二世による王政復古までの間、イングランドには君主がいなかった。代わりに1653年に五国教が設けられ、この期間は五国教時代として知られている。1660年に君主制が復活したが、安定した解決は議会が、 最終的ににに叶う君主として選ばれたものすべての権利を宣言した1688年の名誉革命まで訪れなかった。一組の議員立法である連合法は1706年7月22日に2つの国の議員を代表する委員間の交渉で同意された合同条約を 有効にするために、イングランド議会とスコットランド議会によって1706年から1707年の間に通過された。立法には、イングランド王国とスコットランド王国は、グレートブリテン王国として一つの王国となることが、加えられた t。二つの国は100年間君主を共有してきた。しかし、王冠の合同について述べると、1707年以前には、 実際には同じ頭の上に二つの分かれた王冠がいただかれた。1607年、1667年、1669年の三度に渡って議員立法によって二つの国の合同が試みられたが、18世紀初頭までに実行されることはなかった。アルフレッド大王からジョン・ケツ・地方に至るまでの全君主の基本的な称号は、 レックス・アングロー,オーラム。付け加えておくと、ノルマンは最前の君主の称号を以下に記す。ノルマン長期には、基本的には、レックス・アングロー,オーラムは残り、時折レックス・アングレーが使われた。マティルダ自身の称号は、ドミナ・アングロー,オーラムであった。ジョン・ケツ・チオの時代からは、先のその他すべての称号は、レックス・アングレーないしは、レジーナ・アングレーのため。 ここに列挙することは避けておく。1604年に前年にイングランド王を継承したジェームズ一世はにグレートブリテン王の称号を採用した。しかし、イングランドとスコットランドの議会は1707年のアン・女王下での合同法までこの称号を認識していなかった。ありがとうございます。